ついに行かれるんですね。私の新しい人生が始まります。青野原キャンプ場に、はい、行こうと思います。めっちゃ混んでた。角とかの問題じゃないぐらい混んでた。やばいじゃん。やばい、ワク。あー、うめえ。一人ぼっち。じゃあさ、焚き火台さ、組み立てようかな。ちょっと初なんで、多分また絶対時間かかるから。痛いよ、踏んだり蹴ったりだよ。うまい。すごいこの空間、なんか全然違う、いつもと。いつでも昼寝できるし、いつでも食べれるし。あ、これも食べるんだった。これ絶対美味しいもん。これもやろ。よし、焚き火台セットしちゃおう。新品ちゃんだ。新品ちゃんだよ。今夜の焚き火台はロータス、バンドック、うん、あ、私が使いたかった形にそっくり。こういうの欲しかったの。これが部品をまず並べる、これです。プレートを広げ、図のように1枚ずつ組み合わせていきます。え？こうか。できない。焚き火ができない。質問カード1個使います。どうぞ。どうやるんですかこれ。そのだから1と2を、あ、1と2を飛ばしちゃったのか。1と2がこうで、次3を、4もそこに差し込む感じじゃない、間に、うんうん、あ、いけたいけた。あ、いいんだ。そこで、そこのポッチに。あ、おー、来た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 。簡単だったんだけど。すごい。マジで、私が悪い。慣れたら簡単。慣れたら超簡単、うん。もう私が理解しなかった。ボトムフレームを広げにで組み立てたプレートを差し込み、トップフレームを差し込んで完成です。これ。これボトフ。おお、こうだ。絵的にはこう、こうで、うん、これをこうやって、おお、トップフレームをこの人に入れていく、うん、全部こうやって。こうしてみる。こうやってお隣からやってみる。こんな硬い。飛び出ない。こうか。おお、あれ、外れた。外れた。あ、できた。持ってはいけない場所は持ってはいけない。こうだ。で、トップのフレームが対角線が直線になるようにしてください。お、お、お、なってるなってる。以上。はい。これは？これはまあ網です。ん？完成。焚き火台できました。ちょっと一人にはさ、いいサイズじゃない、うん、これ、軽いし。ちょっと今日これは使わないんでしまっときます。簡単だった、慣れれば。でもなんかさ、重いとどうなんだろう、大丈夫なのかな、うん、わかんないけど、ちょっと心配。は
オッケー。じゃあもうほぼほぼ完成です。これを並べたい。こうやってお待たせいたしました突然ですがハルピンのソロキャンプテントコーデをご紹介いたします。イエーイ。真ん中の線ここおかしくない？これなんか違う。まあいっか。はい、遠くから見たらこんな感じです。焚き火台もちゃんとセットしました。初めて立てたけど、バンドックの焚き火台です。もうね、分かったから多分めっちゃ次から早いと思う。そしてこちら、よいしょ。このカバンはね、チャイハネのカバンです。このグローブもチャイハネの焚き火グローブ。オルティガ柄がさ、めっちゃ可愛くない？これこっち側も見せちゃおう。こんな感じ。これ他のカラーもあるからよかったらチェックしてください。巻き置き台、巻き割り台で、テーブルコーデはこんな感じです。今日はオンジャではございません。シングルバーナーでお料理していきたいと思います。お気に入りのアーティピックさんのレザーカバー、刺繍のカバーをつけております。ガス管に今日も持ってきた自分で作った箸、これを使って食べたいと思います。あとは料理はね、基本的にこのユージャックのホットサンドメーカーを使ってやっていきたいと思います。じゃじゃん。これは今私の宝物になりました。夜ね、つけんの超楽しみなの。このベアボーンズのライト、あ、ついちゃった。ねじるだけでつく、ここをこうねじればつくから、これが楽しみ。あとこのライト、ナチューラゴールゼロよりなんか大きいやつ。あとこの間買ったやつね、皮膚希望ベルモント3の皮膚希望。そしてちょっと残念ながらパラフィンオイルを購入しそびれてしまい、このライトは使えません。とチャイハネのシェラカップ、オレゴニアンキャンパーのクーラーボックスに今日食材全部詰めてます。チェアはチャイハネのチェアで、ノマディシリーズのチェアカバーを持ってきてます。めっちゃふかふかであったかい。これ2ウェイで、後ろのこのモコモコでも使えます。あとは一応ね、念のためにアルパカのストーブ持ってきました。自分たちでタロちゃんと塗装してステッカー貼ったやつ。あとこれ、これがあるとないとではあったかさの浸透が全く違うので。あとはワークマンのアルミテーブル、サバティカルのシュラフとハイランダーのシュラフも一応持ってきました。寒かったら重ねて使うと思います。あとは湯たんぽも持ってきたんで。コットは L&C のコット、ロースタイルにしてます。枕はこれ確かコストコだったかな、2個でセットのやつ持ってきましたっていう感じです。よいしょ。はい、現場からは以上です。それでは間もなく日が暮れるので、日が暮れたら焚き火と夕飯にしたいと思います。それでは初ソロキャン楽しんでいきたいと思います。後ほど。ちゃんと夜のためのランタンの準備もしました。はい、この間買ったやつねこれほんと欲しかったの、うん、じゃあ、うん、売店行くの？薪買ったやん。薪さ、これしかなくて、うん、あ、もしかしたら足んないかもと思って、うん、もうさ、やること終わっちゃったからさ、はい、あとはさ、買ってきたビールを飲んで焚き火を早めに始めて、うん、夕飯の肉巻き
夕飯何？肉巻き？肉巻きおにぎりインチーズ。へー。を米食うんだ。言ってしまった。内緒で米を食うはずが。でも俺もね、米なんだ。そうなの？マグロのマグロ巻きみたいなやつ。さ、二人ともさ、一緒に頑張んなかったら米食うパターンだね。うん、じゃあさ、寒いじゃん。あったかいのないじゃん。あるよ、八王子ラーメン。あ、ラーメンとマグロ。そうだよ。米食って、米食べながら、そのマグロ巻き食べながら、お酒飲んで、締めのラーメンして寝るんで。絶対美味しいと思う。何そんなって。チキラッチョ、チキラッチョ、ハゲラッチョ。斉藤さん。ハゲラッチョ。あ、そう、あと、皮。うん。もう何回も来てるって言ってたじゃん。青野原ね。そう、青野原に何回も来てるって来たじゃん。もう10回近く来てると思う。そうだから、もうちょっとびっくりしちゃって。ああ、ホームだと思ってたのにね。な、台風でだいぶ川がもう変わっちゃってて、あと奥のエリアもなくなっちゃってなくなっちゃってて、なんか、ほんと泣きそうになっちゃうぐらいびっくりしちゃった、からちょっとそれもね、はい、ちょっとだけ見に行きたいと思います。行こう行こう。タロちゃん、なんか頭の上がないせいか、涼しく感じる。いや、俺はもう寝れればいいと思ってたから。そっか、今日はね。ガチでキャンプするならこれにタープつけるから。そうだよね。あ、この椅子座りやすいじゃん。これ L&C のサンプル。欲張ったね、これ。ここいいでしょ、チャイハネのテーブルと。これいい、これはほんといいの。硬くて、天板のところ。くすみアースカラーでかわいい。見て、チャイハネのベストをさ、着てみた。ノマディシリーズの。かわいいよね。高い。わー、ほら、全然デイエリアがなくなっちゃった。そうそうそう。ここほんとは、あ、そこぐらいまで降りれるよね。シェビーで降りてでもまだ前までテント張られてたから、そうそう、デイキャンプ専用のエリアね。ちょうどあの、わーって激しく流れてるところがなんか本流というか、もともとの川で、変わっちゃいました。あと、そのお気に入りなんですって言ってた、奥はもう行けないし、あの辺ね、あの今誰も張ってない、あのエリアに張れなくなってしまってて、はい、またね、できるようになるといいね。はい、そんな感じでした。行きますか。はい。それなんか角材みたいなの買ってんの。針葉樹。斉藤工務店へようこそ。針葉樹買ったんですね。そう、針葉樹。角材だけどね。いや、でも良かった、あって。いや、なんか大変だったみたいですね。雨でね。簡易トイレなくなってると思ったら、流される前に撤去してたみたいで。いや、もうほんと最近雨多いからさ、こんな数年単位でさ修復工事してたらやっぱり大変なのね。そうですね。ちぇ、1個抜けそうだよ。一角獣。危ない。できた。疲れた。遠いね。じゃあさ、何しよっかな。次はでも、あれですか、暗くなってきたら焚き火ですか、そしたら。焚き火。早めにね。早めに、暗くなる前に、ね。そうそう、して、なんかさ、明かりがなんかね、2個しかないからさ、見えないかもしれないから。一応あるよ。でも、今日はソロをやるって言っちゃったから、下ごしらえして。じゃあ、まあ2個で頑張んないとね。で、薪割りをする。ああ、そうだね。はい。で、準備していきたいと思います。はい。後ほど。温
盛り。大盛り買ってる。大盛り、あったかご飯。大盛り買ってるよ。まるちゃん。さけるチーズ。豚バラ。豚バラ。かば焼き丼だれ。肉巻きおにぎりを作ります。砂糖のご飯。砂糖のご飯。まるちゃんのご飯を温めたいと思います。のせやす。カタカタしてる。豆乳。それで大丈夫なのかな。なんかちっちゃかったかな。大盛りにしたからだ。そうだね。でもさ、ちょっと頑張って。水もうちょっと入れプリプリした方がいいんじゃないですか。でももう持ってくるときにさ、こぼしたすでに。でもなくね、火が、ガスが。なんかそう、ちょっと少なめだったんだよね、そもそも。満パン？うん。いや、ほぼ空だけど。あとは？だけ。絶対足んなくね。大丈夫な。でももう炊けそう。え、もう使わないの？火。もうこれ食べたら、うん、明日の朝ホットサンドする。あー止まりそう。そんな。いやいいんだよこれで。こういうトラブルを一緒にいる時に味わった方がいいんだよ。いやトラブルっていうか買えるんだから買った方がいいじゃん。買いに行く。でもこれやったら行く、うん、はいよ。ただいま。あったない。え、焚き火で沸かせばいいじゃんって言われた。でももうこれいいから。なんとかしよう。ありがとう。一銭も使ってないよ。いい子じゃん。すごい。焚き火で沸かしなよって言われて、あ、確かにって思っちゃった。とりあえずこの米はさ、最終的にどうせ焼くので、もうそろそろいいかなみたいな。ガスを大切にしたいと思います。これをさ、サランラップに巻いてチーズを乗せていきますよ。作成していきます。慣れないことをすると忘れ物もしますね。やはり夫婦キャンプの時にガス忘れるとかないんですよ。もう流れ作業のように持ってきてるから。あれ、なんか大盛りでもさ3本作ろうと思ったけど肉巻き2本になりそう。さけるチーズ巻きまーす。これあったか、 あったかもうこの段階で美味しそう。なんだかんださ、3個作ろうと思ったら2個で限界になりそう。これで焼くだけ。声がなんかご飯粒散らかしちゃった。こんな感じで、あとはこの豚バラのかば焼き丼のタレで焼くだけです。うまそうっす。以上。